さあ、決めるよ。楽しんでる？無駄なものは一刀両断や。とうとう次は決勝戦か。白石、ネタは決まったんか？それは泣いても笑っても次がラストばい。結果がどうなるかは分からへんが、ここまでみんなで勝ち上がってこられたんは素晴らしいことや。優勝するで、優勝。表彰台の上に立つ俺を見てくれ、小春。いやいや、ワンユウくん、表彰台には一緒に立つんやで。せやったな。表彰台からの眺め見せたる。みんなでな。絶対勝つで、決勝戦。ああ。ほんでネタはどないするんや？やっぱここはあれか？あれやね、あれしかないやろ。なんね、キュートな小春オンステージ。キャッってちゃうやろ、今ボケるとこちゃう。白石は白石で真剣に悩みすぎや。いや、なんというかこう、改めておさむちゃんの期待がのしかかるな思て。この場にはおらんからこその圧やね。せやね、さっきも今どないな感じや報告せえやって電話かかってきたし。気になってしょうがなかやろうね、賞金や。せやから確実に優勝を取りに行くで。ちゅうことは、ここまで決勝専用のネタはみんなでいくつも出し合ってきたけど、最後は俺ららしいネタでいきたい。わしららしい。ほんならやっぱあれしかないな。せやろ、さっきから言うてるやん、あれやあれ。あれやね。せや、俺ららしく、四天王寺らしく、みんなで一丸となる。ほな、気合い入れるためにもみんなの左手に包帯任せてもらうで。あかん、緊張してきたわ。心臓の音がうるさいな。せやけどこれが最後のステージや。白石、何ぼんやりしとんねん。シンクロ、うちらの一心同体なシンクロナイズドスイミングからの、見せたるで、これが俺らの究極。せえ。うん。じゅか。うん。の。うん。やあ！生きとし生けるものに慈悲を。俺らが千手観音や。
無駄に神々しく決まってたな、最後。せやな、後ろからでも白石藩のせいに五光が差し取るんが見えたわ。言い過ぎやって。あの瞬間、間違いなくうちらはみんなで一つやった。歓声とどよめきが爆笑に変わる一瞬も気持ちよかったばい。ほんまにめっちゃ俺ららしいステージ見せられたんちゃう。四天王寺テニス部、表現できたわ。今の気分は？そんなんもちろん、ああ、エクスタシー。